ジャズ喫茶バディレイラーのおいちゃんです。こんにちは。今日はトランペット奏者を紹介します。今日のトランペッターはこの人です。リー・モーガンです。リー・モーガンのリード・マイルス、このタイポグラフィーデザイナーですね。素晴らしいですよね。リード・マイルスの、数あるジャケットの中でも非常にいいデザインではないかと思います。ザ・ランプローラーというアルバムタイトルです。はい。それでこのザ・ランプローラー、リー・モーガンの、どのあたりに位置するレコードかといいますと、こちらにサイドワインダー、もうジャズではもう最大のヒットアルバムになりました。ザ・サイドワインダーありますね。このザ・サイドワインダーの流れですね。もうジャズロックと言われた名盤ですが、このザ・サイドワインダーが1963年、そして一つ間にサーチフォードニューランドという、アルバムがあります。まだちょっと趣が違ってるんですが、そしてその次に1965年にこのザ・ランプローラーが録音されました。テナーサックスのジョー・ヘンダーソン、ザ・サイドワインダーの時のテナーサックスはジョー・ヘンダーソンでした。ドラムスはビリー・ヒギンスでした。その2人がこのザ・ランプローラーにもまた、加わります。はい。それでですね、ピアノがロニー・マシューズという人なんですが、このピアノがすごくいいんですね。それで今日お届けするのはですね、その前にですね、これザ・ランプローラというレコードのあることで有名なレコードなんですね。それは何かと申し上げますと、この A 面の2曲目ですね、ここにあります。ご覧いただけますか、見えますか。デザートムーンライトとあります。デザートは砂漠ですよね。そしてムーンライトですよね。月光ですか。月の砂漠なんですね、これが。まあ、リー・モーガン作曲になってますけども、もうお聞きになれば月の砂漠です。はい。それで有名なんですね。ですけども今日はですね、 B 面の3曲目に、最後の曲なんですが、 The Lady という曲があります。 The Lady というのは、ピンと思い浮かぶ人はいますか。Lady といえばビリー・ホリデーのことですね。ビリー・ホリデーに捧げた曲なんですね。その曲を作ってたのはルディ・スティーブンソンという人なんですね。リー・モーガンではないんですね。ルディ・スティーブンソンという人なんですね。この人は1929年生まれのギタリストなんですね。ギタリストですけども、その前面に出てくる人ではなくて、まあ、サポート、人に曲を提供したりとかアレンジをしたりとかですね、本当に職人的な人なんですね。ニーナ・シモンとかですね、あとこのライナーノーツにも書いてあるんですけども、ウィントン・ケリーとかですね、あと歌手のメルト、
例えばウィントン・ケリーの、ケリー・アット・ミッドナイトというアルバムがあるんですが、そこでも、彼は、提供しています。演奏者としてではなくてですね、他にもこの素晴らしいレコードに彼は提供しているんだなという曲をですね、そういう人です。その人がこの The Lady を、美しい曲を書き上げました。このルディ・スティブンソンという人は、特にニーナ・シモンのサポートをよくやっていた人で、ギター以外にもですね、アルトを吹いたりとか、そういう人ですね。はい、ではこの The Lady をですね、今日はお聞かせします。ピアノも美しいですし、ミュートのかかったリー・モーガンのトランペットも素晴らしいです。何よりも曲が素晴らしいです。はい、ではザ・ランプローラーからザ・レイディお聴きください。ジャザイよ。Thank you.
Mm-hmm.